平野紫陽ようきしうたじの誕生日を祝福祝福。SNS での順番争いがファンの心を温かくしました。優勝と競争心が光ります。日本の人気アイドルグループ、ナンバーアイのメンバーである平野紫よと岸優太が、仲間である神宮寺う太の誕生日を祝福するエピソードが SNS へで話題となっています。 彼らの友情と競い合いについて探ってみましょう。10月30日、神宮寺雄太は26歳の誕生日を迎えました。この特別な日に、平野耀は自身のインスタグラムストーリーズにシンガポールでの2ショット写真をアップし、この男誕生日、と手書きで祝福しました。その後、ハッピーバースデー。素敵な1年にしよう。 とにかく楽しみましょう、とのメッセージを添えました。しかし、彼は平野らしいユーマーを交えて、岸優太が神宮寺に何番目に誕生日の祝福を送ったかを尋ねました。この質問に対して、神宮寺は、ありがとう。マジで一番でびっくりした、と答え、岸優太が6番目くらいで祝福を送ったことを明かしました。 平野はさらにキシユタに対し、まあこっちはずっと時計見てたからな。簡単ふ、しょう、と冗談を交えて騎士の遅れた祝福に突っ込みを入れました。K、C、騎士、おッソショうこれは罰ですねと、述べキシユタに対する皮肉めいたコメントがファンたちを笑顔にさせました。 そして、一番の座を奪われた岸優太も気を引き締め、神獣児の誕生日が終わる直前の23時59分に X、旧ツイッター、で、ジグさん、簡単ふ、おたおめです。多分私が最後のおめでとうを言った人でしょう。ジグさんも、ジグタンさんもこれよろです。と祝福の言葉を投稿しました。 騎士は最後の祝福を届けたことをファンに誇示し、その瞬間を盛大にアピールしました。この3人のメンバーの楽しいやりとりは、ファンたちの間で大きな反響を呼び起こしました。彼らの友情や競争心を感じさせ、SNS 上では、本当に仲良しな3人、平和すぎる、この人たちなんやってるの、さすが騎士くん、騎士ひ争い笑い、愛が強め、 かわいい、といったコメントが飛び交いました。さらに、神宮寺ゆうたの誕生日を祝福するハッシュタグ、神宮寺ゆうた誕生祭り2023は X で日本世界トレンド1位を獲得しました。神宮寺はファンに感謝の意を表明し、神宮寺ゆうた誕生祭り2023いつも盛り上げてくれて本当にありがとう毎年見てて改めてみんなに直接伝えられて嬉しい。 と、コメントしました。この楽しいエピソードから、ナンバー・愛のメンバーたちは、ファンとの絆を大切にし、お互いに気負い合いつつも、笑顔と愛情に溢れた関係を築いていることが伝わります。彼らのファンは、これからも彼らの活動と友情を応援し、彼らの素晴らしい瞬間に期待していることでしょう。平野紫耀と岸優太。 ナンバー I のメンバーである神宮寺ゆ太の誕生日を祝福し、その順番争いが SNS 上で話題になりました。彼らの友情や競争心がファンたちの心を温かくし、笑顔を提供しました。このエピソードはアイドルグループのメンバーとしてだけでなく、友人としても互いに大切にし、楽しみながら過ごすことの大切さを示しています。彼らのファンは、 彼らの活動と友情を永遠に応援し続けることでしょう。